皆さんこんにちは。 FF16 にさらにモンスターズ3、マリオ RPG やることが盛りだくさんで忙しいと思っている方が多いかと思いますが、 FF16、ようやくね DLC が出たといったところで、いやーかなりの盛り上がりを見せてますね。でこちらに関しましては、別途ですね、開発者インタビューが、ファミ通の記事で公開されておりましたので、そこの記事を抜粋した、そういったものがですね今、話題となっておりましたので、そちらについて取り上げていきましょうか。で今回は吉田 FF16 のダウンロードの 10% が10代20代の若者だったあらゆる年齢に遊んでもらいたい目標を達成できたということで、これはどういうことやっていうことで、ちょっとこちら内容入っていきましょうか。なんかこれだけ見てみると、10代20代が 10% っていうことは30代以降が 90% な感じがするけど、そこは本当に大丈夫なのかっていうことは、もう次世代の若者がほとんど遊んでいないっていうか、20代ってそもそも若者かどうかすらわからないけど、どうなんだ多分これ実際の中身としましては、10代が本当に 1% はさすがにないと思うけど、 2% とかで、20代が 8% とか、多分そんぐらいじゃないかな。まあ 10% って言ってるのも結構持ってる感じがするから、実際のところ 1.4% と 8% みたいな。で、合計 9.4% で、約 10% っていうような可能性もあるから、まあ結構どころか足元やばいんじゃないの。これ下手すると FF20 年後、いや10年後にも破綻する可能性すらあるんじゃねえかっていう。まあそれはね、売上本数が右肩下がりに落ちていくわっていったところですよ。そらね、若い人がやってないわけだから、まあ、要するに、新しいファン、新規のファンがほとんど増えていない。まあそういったことも言えるので、非常に厳しいんじゃねえか。思ったより多い大勝利、さすが吉田。300万の半数が DL だったとしても、10% でせいぜい15万人程度。あの本数の 10% で全然いねえだろう。1% でもいれば、あらゆる年齢に遊んでもらったって言えるもんな。吉田大勝利。ところで、いつになったら今の正確な売り上げ発表するんだ。 10% で笑うところ、 DL 版が300万の半数だとして、その 10% だと15万人しか若い新規層がいないということになるのだが、余計なことは話すんじゃない。少なすぎて笑えないだろう。パッケージ含めると、さらに若年層の若い層の割合が減るのか。そもそも DL で、まあ、くくる必要ってそんなないよね。まあ、これを見てみると相当厳しいですよね。はい。まあ、そんな感じなんですが、まあ、60代以降が 0.4%。う？女性何 11.9%？ ほ？どういうことや？これは過去作の名残なのか。ふふふ。過去作はこんな分布図だな、知らないけど。おー、なるほどね。いやー、これはちょっとどうするんでしょうかねっていうところですが、まあ今ですね、DLC が出て、結構ね、盛り上がりを見せてるというか、まあ唐突に発表があって、まあ結構ね、再びスポットライトが当たってきた FF ですが、今回 FF16 最新作 DL の 10%、ちょっとこれはかなりね衝撃的で、なんでこのタイミングで、しかも DLC の、開発者インタビューでこんなことを語ってしまったのかよくわかりませんが、まあ、とりあえずね 10% という数字が、吉田さん、ヨシピーが語っているので、まあこれ嘘ではなくて紛れもない事実ではないでしょうか。まあ実際問題多分そんぐらいしかないんじゃないかなと思っておりましたが、なんか予想以上にやばいですね。まあ一説によると 20% ぐらいしかいないんじゃないかっていうことが以前言われてましたが、それよりひどい 10% か。いやけど 10% 以上って書いてあるのか。本当に？けど約 10% の間違いじゃないんかな。まあいいけどさ。まあそんな感じでございます。まあパッケージ版と、まあ DL で言うと、
まあ、若年層はパッケージ版の方を購入しやすい、まあしやすいというか、してる人が多そうな感じがするけどね。まあ、ダウンロード版はね、あんまり10代、特に中高生とかでダウンロード版ってどうなんだろうね。まあ、やってる人はいるかもしんないけど、まあ、少数派な感じもするけどね、ちょっとわかりませんが、そこについては。まあ、そんな感じで今回は、このような状況になっていたといったところで、まあ、DLC の、開発の過程とか、まあ、そういったところもね、今回公開されておりましたが、まあ、こういった FF16 の根本的な内容とか、結局今作どうだったのかっていったところもね、今回のインタビュー記事でなんと語られておりました。まあ余計なこと言うなって感じかもしんないけどね、上の人からすると、吉田お前何言ってんだみたいな、余計なこと言うんじゃねえみたいな、なんかこれのせいでさ、まあ今後の業績がよりね不安視されて株価が落ちそうな感じがするが、大丈夫かこれ。けど FF もどうなんだろうね。まあ、結局なんか新規ユーザー向けのゲームではなくなってしまってるから、結局なんかね、先細りの未来しかないので、なんかどっかで大きく舵を切らないと厳しいかもしれないですよね。まあ、良くも悪くもね、既存向けファンで、既存のファンが満足できそうなものをなんか作っているみたいなイメージがあって、まあそれがねちょっと空回りしてるところもありますけど、ただまあどうなんだろうね。まあいろいろと厳しいところが本当にあると思いますよ。まあそんな感じで、今回は、ヨシピーが、熱く語っておりましたが、なんか久しぶりに記事で出てきて、ちょっとほんわかしましたね。で、なんかイベントもね、海外とかでは時々やってるらしいんですが、なんか今のところは国内ではね、まああんまりなんかイベントとかもやらず、で、唐突に今回ですね、このタイミングで DLC が出たわけですが、で、今のところは、第2弾が年明けに予定されておりまして、で、今のところは春であると。で、FF7 リバースが、2月の28か29かなんかどっちかに出る予定だったかと思いますので、まあ、春なので、まあ、4月ぐらいじゃないかな。さすがに3月はないんじゃないかな。FF7 リバースもあるから。まあ、被せてくる可能性もあるけどさ。まあ、少数派じゃないかなと、そういった意見は。はい。まあ、そんなところで、今回は、衝撃の新事実というか、なんというか、もうこんなことを喋る必要あるのかなと、率直に思ったんですが、今回ね、ヨシピーが語っておりましたので、取り上げさせていただきました。ただまあ、30代以降が逆に9割ぐらいいるっていうのに、ちょっとなかなか、衝撃的というか、なんというか、ゲームの年齢層でこんなに高いの、平均年齢が高いのって FF ぐらいじゃない。なんかにわかにはちょっと信じがたいけどね、平均年齢30超えってそんなことあるか。まあこれが本当なんだったら、まあそうなんだろうね。はい、まあそんなところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。